一体どこに向かってるんだか、おいらにはさっぱりわかりませんよ。いいニュースがあるって言ったじゃないか。今のがいいニュース。じゃあ悪いニュースは？ココアがもうないんです。何？ココアを飲まないと眠れないんだ。この歯磨き粉の中にもまた別の宇宙があるのかもしれないね。バカらしい。そうかな。でも考えられないことじゃない。僕たちが飛んでるこの宇宙だってこの歯磨き粉くらいの大きさかもしれないよ。歯ブラシもお化けサイズってわけ？もしかしたらこの宇宙はずっと同じ方向に回っているのかも。中心に向かって回っているうちにだんだん小さく小さくなっていくんだ。これどうはどう思う？一度脳みそを検査してもらったらどうだ？ま、脳みそがあればの話だけどな。学校で習わなかったのかい？いいえ、私たちのいた惑星には学校はなかったのよ。そうらしいな。もしプラズモがちゃんと学校に行って勉強していたら、あんな馬鹿げた質問をするわけがないものな。宇宙ってすごく大きいね。一体どうやってできたんだろう？どうやってできたかって？どうやってできたんだ？おいらに聞かないで。まったく頼りにならないやつだな。宇宙はどこまでも続いてるのかな？ねえ、どう思う？いい加減にしてくれ、プラズモ。そんなことより、俺たちが今どこにいるのか考えろよ。でも、宇宙の向こうには何があるのかしら？大きな壁じゃないか？やめろって言ってるだろ。こんな広い宇宙の周りに一体誰が壁を建てるんだ。でも建てるとしたら安いタイルが必要だな。金の節約だ。とにかくみんなもう寝ろ。はあ、おやすみパースティ。おやすみプラスモとニクニク。おやすみニクニク。おやすみブルーチョ。おやすみプラスモ。おやすみパースティ。おやすみブルーチョ。これどう？おやすみパースティ。おやすみコレド。おやすみプラズモ。ああ、おやすみ肉肉。おやすみコレド。さっき言わなかったか？言ってない。そうか、おやすみコレド。ああ僕、君におやすみって言った？ああ、しつこいくらいにな。そうか、ならいいんだ。じゃあね、おやすみ。まったく、何か言えば気が済むんだ。お休みを言ってる間に朝が来しまうよ。俺様はキッチンに行ってくる。おいしい塩水を作ってこようっと。誰にも分けてやらないからな。おう、やっと静かになったようだ。これで俺様もぐっすり眠れる。これでいい。なんだ？警告、警告。前方に障害物を発見しました。宇宙の壁だ。大変危険です。どうやって操縦するんだ？衝突まで10秒です。ブラズモ、パースティ、おい起きろ。ブルジョ、起きろったら。これどうやって動かすんだよ。衝突まで2秒です。おい、俺様に塩水をかけてどうしようってんだ。なんだかうなされてたから。うるさい。こうなったのも全てお前のせいだぞ。まったく塩水なんかかけやがって。さっさと寝ろ。ねえ、少し静かにしてくれないかな。うるさくてちっとも眠れやしないよ、このクソガキ。おやすみコレド。おやすみプラズモ。おやすみブルーチョ。おやすみパースティ。おやすみプラズモとニクニク。おやすみニクニク。